いらっしゃい。お一人様、どうぞこちらへ。何飲まれますか？かしこまりました。あ、あちらの方、あちらは常連の上野さんと博士さんですよ。ああ見えて今東京と大阪にいながら話してるんですよ。え、そんなのありえない。いいえ、ここは隔たらない二人ですから。あ、上野氏、はるばる東京まで、はい、お越しいただきまして。来ました。はい、ガチ隔たらない二人でお送りしたいと思います。新年一発目の、そうやね、はい、はい、明けまして、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしく。はい、札幌クラシック、うまいね。うまい、うん、北海道限定の、そう、これが一番好き。うん、うまいでしょ。うまい。うん、上野氏初めてのな。初めての。うん、そうなのよ。黒ラベル派なんだけど、うん、黒ラベル以上にこっちの方が好きっていうね。うん、北海道限定やもんな、なかなかね。うん、北海道行くとそこら辺で飲めるんだけどね。うん、うん、なんか定食屋さんで出てくる瓶ビールが札幌クラシックだったり。へえ、うん、なるほどな。そう、北海道移住したくなるね。冬は大変そうやけどね。そうなんだよね。うん、でも札幌なんかはやっぱり、うん、冬雪がいっぱい降るの前提で、うん、なんか道路にヒーターが積んであったり、 あ、うん、あんまり雪に困んないんじゃないかなっていうね。うん、もう慣れ、もう街が慣れてるから。まあそうか、うん、そうやな。東京でめっちゃ雪降るからパニックになるみたいな。そう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 、雪降る前提で街を作ってないから、うんうん、そういうことじゃない。そういうことなんだと思う。信号機のデザインとかも雪対応になってるしね。あ、横じゃなくて縦で、ね、あ、そうそうそう、積もんないようになってたりだとか、屋根がへの字型になってたり、ね、うん、あ、そう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 、片方だけ長い三角屋根みたいな ね、 ね、そういうやっぱ理由ありきのものっていいよね、うん、そう、やっぱり見た目も美しいし、うん、機能的にもね、服とかもそうだもんね。うん、ね、やっぱ機能的なものっておのずと美しく見える。うん、うん、カルパスが飛んでる。あらあら。あ、まあ、まあいいや。うん、猫が食べるでしょう。機能美やよね、やっぱ。うん、機能美ね。うん、なんか、うん、機能美感じることある？なんやろな、機能美。昔、うん、持ってたフレッドペリーの服で、うん、サイクル用ジャケットやって、うんうんうん、テーラードジャケットみたいな感じでも着れて、うん、で、その一番上のボタンまで閉じたら、うんうん、爪襟みたいな感じになるジャケットがあって、うん、それはサイクリング用ジャケットやから、うん、そう、まあ、自転車に乗る仕事の人のための服みたいな、うん、ああっていうと郵便配達とかとかかな、うんうん、で、だからあの裾の部分を自転車漕ぎやすいようにこう邪魔にならないように止めとくボタンっていうのもある。止める。そうそうそう、うん、ちょっとこれはね、うん、あの今音やと何言ってるかわからんと思うけど、うん、なんかね、うん、裾の部分を、うん、前開いてる裾のこう閉じてる、閉じてあった時に、うん、これを、うん、この裾の閉じてるところが、うん、漕ぐ時に足上げるとこう邪魔になるから、うん、持ち上がる、こう
ジャケットのポッケのところにボタンがついてて、うんうん、前の合わさってる部分をめくってめくり上げて漕ぐ時に足が邪魔にならんように固定するボタンっていうのがついてたし、うん、そうなんだ、それは機能美として美しい、うん、で、うん、それをする時にやっぱフレットペリーの漕にくいところだけど、うん、折ってめくり上げたところの裏地がすっごい綺麗なターコイズブルー、うん、わあ出た、フレットペリーそういうことするよね、うん、うん、で爪襟みたいにした時の襟の部分もターコイズブルーなんや、あーいいね、あのフレットペリーから出てるモッツコートが、うん、裏地がペイズリーなんでね、あーそうやね、うん、っていうのを出てた時があったあれかっこよかったな、うん、ねえ、うん、でモッツコートってさ、もともと米軍の雨具を、うん、イギリスの若いあんちゃんが、うん、あの勝手に着てるっていうのが始まりじゃん、うん、ね、でアメリカの軍隊さん用だからさ、うん、でっかいわけじゃん、うん、でイギリスのあんちゃんたちが着てたのはまあ、うん、あの華奢な子たちがオーバーサイズで着てたっていうのもかっこいいんだけど、うん、あのフレッド・ペリーはイギリスの、はい、メーカーじゃん、うん、でイギリス人がよりスタイリッシュにモッツコートを着れるように、うん、ちょっと細身に作り直してるんだよね、うんうんうん、でその元々のモッツが着てたようなオーバーサイズ感っていうのもかっこいいんだけれども、うん、そのイギリス人用にモッツコートをさらに細くリシェイプしたのってすっげーかっこよくて、うん、でそれがあの割と日本人の体型にも合ってて、そうやね、うん、一回試着してみたことがあるんだけど、うん、すっごい着心地が良かった、わかる、うん、あれ欲しかったな、買っとけばよかったピーコートとかもいいよね。ああそうだね、ピーコートも軍服だからね、その海軍で、うん、甲板の上で海風が寒いから、うん、そのどっち側からの風向きにも対応できるようにダブルにして、うんうん、あ、そういうことなんだ、どっち前でも止めれるみたいな、あー理にかなってるね、そうそうそう、そうか、風向き対応なんだね、そういうこと、なんかてっきりあれって、うん、あの女性も着れるようかと思った、あれなんですよ、そこは、うん、もっと実用的な、うん、あの女物の服を着るとき、うん、なんかシャツなんかはさ結構着ても良かったりするじゃん、うん、デザイン的に、そうだね、やっぱりボタンの位置でイラッとするよね逆だなっていう、これちょっと大人、うん、ちょっと大人な、うん、あの機能美のお話になってくれんけど、うん、実際そうかは知らんよ、うんうん、あくまでそういうことを言った人がおるっていう前提で聞いてほしいけど、うんうん、なんで女の人の洋服、うん、あの合わせ逆か、あシャツのボタン、ブラウスのボタン、うん、なんでその男はこの左側が前で、うん、右側、この右側に自分から見て右側にボタンがあるのか、うん、でなぜ女性はそれが逆になるのか、うん、これ、うん、男女で向かい合った時に、うん、そっちの方が男が脱がせやすい、あそうね、こう迎えた時は自分で外すのと同じ向きだからっていうね、あっていう機能美っていう話がある、あまあやっぱその辺諸説あるからね、でもそれちょっとなんか、うんうん、程よく色っぽくていいよね、そうだね、あとなんか話のネタとしてすごくいいよね、うん、あの俺が見た、うん、その男女逆の理由としては、
あの男はあの働くから、あの昔の人の考えで、うん、男は働くから自分で服を着て仕事に出かける、うん、だけど女の人は、うん、あの家の中で生活をするから、うん、あの女中さんメイドさんが服を着せてもらうっていうのが当たり前で、その昔の女性のドレスって、うん、すごく自分一人で着れないようなものだから、うん、人に着せてもらわないといけない、うん、だから合わせが逆になってるってい いう風に聞いた、うん、まあ他にもいろんな説あると思うよ、うん、どうにでも言えるだろうしね、うん、言ったもん勝ちや、言ったもん勝ちだからね、うん、でもなんかメイドさんがどうのっていう話より、うん、その脱がせやすいからっていう話の方が話のネタとしてはいいよね、うん、ちょっと俺それ今度使うわか私すごいなんか理にかなってそうに聞こえるもん ね、うん、ちょっと、うん、ちょっと大人の話、大人の話、カタカナで大人な話で、いやなんかね、昨日日とも、うん、昨日日ってまあ言ったらなるべくしてそうなったというか、うん、そうあるべくしてそうなったっていうのがあると思うんやけど、うん、もうなんかそれが本当にあらゆることでも起こりうるなって、うんうん、その年末というか、うん、クリスマスね、クリスマス M1 グランプリがあったわけやけど、うん、それの敗者復活戦を見てて、うん、なんかその票の入り方にすごくそれを感じた、うん、で面白いけど、うん、勝つのはこっちじゃない方がいいよねみたいな、あ世間的に誰が上がった方がいいと思うか、うん、そうっていうのがなんか観客席の中で、うん、無意識のうちに行われてたんじゃないか説、うん、あとそれはなんか誰かが決めたことっていうよりも、うん、なんか社会の空気感とか雰囲気みたいなものを無意識に感じてたのかもしれないよね。そうそうそう、うん、なんか誰かが打算的に考えたっていうよりかは、そうなんよ、なんか、うん、なんとなくで、うん、それがまかり通ってしまっている部分というか、うん、でもそれが通じる世代と通じない世代っていうのがあって、あーあるよね。例えばあの一定以上の年齢の人からしたら、うん、バスケ漫画でナンバーワンってスラムダンクの方がいいよねっていう考えがある人って結構おると思って、うん、まあそうだと思う、うん、一番人気のバスケ漫画ってスラムダンクの方がいいよね、うん、黒子のバスケも面白かったけど、うん、でもやっぱスラムダンクやねっていうことにしときたいよねみたいな。ああ、だから多分個人的にはスラムダンク世代じゃないし、うん、まあどっちも読んでるかもしれないけど、うん、黒子のバスケが好きっていう人がいたとしても、うん、自分は黒子のバスケの方が好きだけれども、うん、世間の意見としてスラムダンクを一番とした方が正解であるっていう風に言う人は多いだろうなっていうことね。そう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 、それすごい分かりやすい例だね、うん、ジャンプで一番の漫画って何ってなった時に、うん、ワンピースがどれだけ世界で一番売れてたってとしても、うん、ある程度の年齢の人からしたら、うん、やっぱジャンプといえばドラゴンボールだよねって言いたい感じ、うん、
漫画に関して言うと割と、うん、その読んでない層も結構出てくるから。そうだね、うん、なんかそれは一概には言えんねんけど、うんうんうん、でもお笑いはやっぱりそこまでその、うん、世代間での乖離が少ないジャンルというか、うんうんうん、私松本人志見たことないですっていう人ってもう、うん、絶対いないもんね。若い子でもおらんやんか、うん、そこは世代関係ないもんね。そうそうそう、まあさすがにね、あのドリフとか、うん、金ちゃんとかってなってくると、うんうんうん、あのまあそういうことも起こりうるわけやけど、うん、明石家さんまさん見たことないです、うん、ダウンタウン見たことないです、全く知りません、世代じゃないんで分かりませんっていう人って、うん、世代がどうとかじゃないよね。じゃないよね、うん、多分透かしてるよね、うん、そうそうそう、そういうのがあるから、うん、あの余計にその M1 やと、うん、こういうコンビが勝った方がいいみたいなのが、うん、なんとなく起きたんじゃないかな。うーん、で実際にその敗者復活戦で、うん、まあ A ブロック B ブロック C ブロックあって、うん、その中の1番が選ばれて、うん、3組の中でどれが勝つかを芸人審査員が投票で決めるっていう、うんうんうん、そういう形やったけど、うん、勝ち上がったのがヘンダーソン、ナイチンゲールダンス、獅子頭で、うん、その勝つやろなって思われる3組とか、うんうん、そこにもう本当に申し訳ないけど、うん、風数やばちょっと、うん、キャラクター的に違うんじゃないかなって思った層は割とおるんじゃないかなって、うんうん、あでもそのなんか社会的にこの人を上げてもいいんじゃないかって思ったのが獅子頭ってなんか面白いよね。獅子頭はまああのネタすごい面白かったからね、うん、食ってたし、うん、斬新な新しいハゲネタっていうか、うん、なんか世間が求めてるものってあの新しいハゲネタなんだっていうのが、うん、そうそうそう、だからね、なんかそういう特殊なネタ、うん、ちょっと力技みたいなネタとか、うん、あとは風数やのこれって漫才なんやろかめっちゃおもろいけどみたいな、あそういうのはなんか観客側からしたらプレッシャーなんかなって思って、うん、プレッシャー、そのこれ面白いですよっていうことのプレッシャー、うんうん、あのめっちゃ食通の人に、うん、自分の一押しの店紹介するのってプレッシャーやん。ああそうだね、怖いやん、うん怖いね、僕は好きですけどどうですかねみたいな、うん、あとまあそれと同じ例えにはなっちゃうけど、うん、あの音楽好きそうな人に一番好きなアーティストを、うんそうね、うん、言うとかめちゃめちゃ怖いからね。怖いよね。だから観客席側でも、うん、このすごい斬新な新しい形のハゲいじりをしてるネタの獅子頭と、うん、風数や、風数やがどんなに爆笑を起こしたとしても、うん、M1 の決勝に私たちが行ってほしいと思ったのはこっちですって、うん、風数屋を押すのって勇気がいるんじゃないかなと思って、うんそうだね、風数屋はすごい面白かったけどなんかもうバカバカしさとかもあって、うん、なんか
な、もう語呂も悪いし、何それみたいな、うん、おもろいけどっていう、うんうんうん、そこがね、なんか難しいというか、うんうん、あとなんかそこになんかちょっと責任感みたいなのを感じさせるようにしたことで、うんうん、あの今までの敗者復活戦の問題点をちゃんとクリアできたよね、うん、そうね、うん、なんかもうずっとあんなの人気投票だっていうふうに言われてたじゃん、うん、そうやな、うん、そうじゃなくなったもんね、うん、あったね、うん、まあそんなね、その M1 を見てそれをすごく感じて、うん、うん、それが M1 に限らずあらゆるジャンルで起こるなっていう、うんうん、この人売れるべきやな、この人売れるべきでないな、うん、なんか好きな人がいてもいいけれども、うん、売れるのは違うよね。そうそうそう、うん、で日本人の性質として、うん、自分は好きだけど世間的にはちょっと違うかもねって言いたい、うん、民族、あ自分が特別でありたいみたいな、うんうん、みんなと同じに安心するっていう層、大多数の層と、うん、それのに次ぐ層として、うん、みんな気づいてないけど自分だけが気づいてるっていうのに憧れる、うんうんうん、そうね、民族でもあるから、うん、もう音楽業界で言うと、うん、なんか自分は好きだけど、うん、世間で売れるべきではないよねっていう人たちが、うん、今めちゃめちゃ売れてない。そうやね、うん、あの現象何なんだろうと思って、あのビッシュとかそうじゃん。そうやね、うん、で多分ねビッシュを好きだった人たち、うん、あの売れ方して悔しかったような気がする。まあな、うん、俺こんなつもりでビッシュを応援してたわけじゃないって思ってそう。俺ね若干、うん、あの乃木坂がここまで売れたことに関しても、うん、同じ感覚を覚えてる。だからもうまんま僕はもう感動したから、うん、そのまんま引用してしまうんやけど、うん、あの令和ロマンの、うん、M1 も優勝した令和ロマンの、うん、高平車さんが、うん、ベタとメタとシュールの3組の話をしてて、うん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 、本当にそれに尽きるんやろうなって思った。ベタがあるから、うん、それに対するメタがあって、うん、でそれに対するシュールがあって、うん、でもそのシュールはベタに負けるというか、うんうんうん、ちょうど3組の関係になってるっていうね、うん、だからもともとはベタの AKB に対して、うん、でもそうか違うのか、うん、メタが AKB か、あそうだね、その前にモームス的なもので違う、うん、ねで、ベタが、うん、昔のアイドルであって、あ昭和アイドルみたいな、うん、あとか、うん、もしかしたらモームスとかやったんかも、うんうん、だからまあアイドルとは、うん、あのテレビの中のものであって、うんで我々ファンは、うん、あのそこに口出しをしたりだとか、うん、触れたりすることができないものであるっていう文化に対してのメタが AKB、うん、会いに行ける会いに行けるで投票することで、うん、その選抜メンバーをファンの俺たちがどうにかすることができる可能性がある、うん、そうで
それの、うん、もうざっくり言うとその、うん、シュールがビッシュやと思うんです。あ、それに対するシュールがビッシュで、うん、いやそういうのじゃないっていう、うん、こういうアイドルもいるんだっていうので見せたのが、うん、ビッシュなんやけど、うん、ビッシュだと思うんやけど、うん、で乃木坂がどこかっていうと、うん、あのもしかしたらこれ全部に当てはまるんじゃないかなって。おお、そのベタメタシュール。あー確かにね。でそのメタに対するシュールみたいな顔で出てきてんのにね、うん、会いたかったに対して会いたかったかもしれない、うん、でも実際はその AKB と同じことをしてるわけだから。そうだね。そういう面も持ちつつ、うん、でかつ劇場を持たないことによって、うん、昔のアイドルっぽい、テレビの中の存在みたいな風も見せつつ、うんうんうん、そこが白石麻衣というか、うんうん、手の触れられない存在であるかも。なんかね、うん、モデルやってて、うん、映画とかドラマとか出て、うん、だから乃木坂自体がそのメンバーをどこを主軸にするかで、うん、ベタでありメタでありシュールであるみたいな。あああとメンバー基準じゃなくてもう乃木坂としての活動の種類でもそこを分類することができるみたいな。そうね、学習会とかやとそのメタ、うん、AKB とかと同じになるし、うん、でシュールで言ったらあのすごく攻めた映像を作るとか、うん、個人PV とか、個人 PV とかそういう部分になるんじゃないかな、うん、そういうのがあって、でそこを割となんか自在に行き来するというか、うんうん、いろんな一面を持ってる人がおって、うん、そこをこの固定化せんかったから、うん、今があるんかもね。柔軟性というか、うんうん、割とセンターによって変わるもんね。そうだね。生駒がセンターの時はそのメタに対するシュールみたいな、うんうんうん、ところではあるし、うん、でも白石がセンターになった途端、うん、ベタの王道って感じですね。王道みたいな、そう手の振っ届かないような綺麗な人、うんうん、あの西野がセンターやと、うん、あのメタもいける。あいや、なんかつくづくなんで売れたかがよくわかる。そうだな。でそこが固定化してなくて、うん、ぼんやりしてるから、うん、分かりやすくヒットが出えへんのよ。あーそうね、パッケージングが難しいんや、うん、乃木坂って。だからやっぱり何に関してもそうだけど、メリットっていうのは表裏一体でデメリットもはらんでるっていうことだよね。分かりやすさってやっぱりその流行りにつながるからな。なんか分かりやすい部分に対して、うん、あの実はファンだけが知ってるシュールな部分がありますよみたいなのの出し入れがうまいよね。そうね、うん、なんかファンが離れにくいっていうのはあるかも、うん、深く好きになったファンは離れんイメージが、うん、だからいろんな顔を見せるけれども、うん、あのブランディングはしっかりしてるじゃん、うんうん、もうコンセプトというか、うん、マナーというか、そうね、だからなんかあの
そう平面的な三角形で、うん、あのベタメタシュールで描くんじゃなくて、うん、多分もっと立体的な構造をしてるんじゃないかなってあると思う、うん、感じる、うん、なんかこの王道の部分に対しての、うん、なんかカウンターとなる裏の王道の見え方があったりだとか、うん、そこに対するメタがあったりだとか、うん、そうねすごいなんかなんだろう、うん、多重六角形体みたいな、うん、そうね、メンバーのあり方とかも複雑やしね、うんうん、そうだね、一人のメンバーにフォーカスしてもすごいいろんな面が見えてくるし、うん、例えば白石麻衣って一人挙げたとしても、うん、その中にベタメタシュールな部分が見えてくるし、あでもそれに関しては割とどのグループでもそうかもな。あ人間なんかその一括りにできるもんではないから、うん、でもなんかその各パーツが、うん、それぞれにキャッチーなほど売れるんじゃないかなって、うん、なんかねそのアイコニックな存在が、うん、その3人やと思うよな、生駒、西野、白石、うんうん、この3人がすごくポイントで、うん、でその3人の要素を一旦全部持ち合わせたのが飛鳥ちゃんうんかなっていう、うん、全部どれでもいけますよっていう、あでそうなんか、ま、僕は正直分からんからあれないけど、うん、どのグループでも、うん、この子はやっぱこういう世間からしたらこういうイメージやけど、うん、実際こうですという時もやっぱあると思う。うん、平手友梨奈が、うん、もう全く笑わん、うん、もうあの感じのかっこいい存在でしかないのかっつったらそんなことないと思うし、ああそうだね、意外と笑うと可愛かったりみたいなね、そういうところもあるっていうのはもう、うん、その坂道に限らず、うん、どんなグループでも絶対あることやから、うん、それに関しては割とあれやけど、うん、でもにしても他は割とその売る方向は決めてる、うんうんうん、でも乃木坂だけやっぱそこをぼやかしてんのよな、あで本当に絵に描いたようにその3つに大まかに分けた時の3つに当てはまるセンターがおるっていうのが、うんうん、なんかやっぱそこに意図したものを感じる、うんうん、なんかそれを本当に分かってて狙って作ってたとしたら恐ろしい集団だよね、うん、乃木坂の運営、うん、そう考えると一句一星とか御三家とかもそれに当てはまりそうな気するもん、あなんかやっぱりその三スクールもそうだけど、うん、三角形って、うん、なんかすごい魔力を持ってるね、そうやね、ピラミッドとかね、うん、陰謀やついついそっち系の話になってるってね、言うときゃいい陰謀だ何でもいいやそういうことをね、なんか改めて思ったな、その、うん、まあ、とはいえ、乃木坂をね、うん、なんやろ、売れるべくして売れたというか、
そういう要素もありつつ、うん、でも正直ここが天井なんじゃないかっていう思いはやっぱ拭えない。でもこれ以上の上って何よっていう感じしない？まあやっぱレコ大3年連続じゃない、とりあえず。あ、分かりやすい記録としてね。あ、まあね、うん、まあ記録レコードって一つの指標ではあるからね。そうそうそう、分かりやすい。で AKB が2年連続でそっから取れてないから、うんうん、それを上回る乃木坂もう一回やったら、うん、いいよねとか、うんうん、で単純にその CD の売り上げというか、うん、あの連続1位記録とかは、うん、AKB に追いつく頃には乃木坂もなくなる可能性すらあるから、まあ、すごい差空いてるもんね。そうね、80枚ぐらい連続じゃない AKB って。もっと、あ、うん、あるも80枚とかじゃないかな、とか行くよね、きっと、うん。まあ、AKB がそうやってもう連続名前売れましたみたいなやってた頃はまだ CD が売れてた時代だからね。握手券をつけてたとはいえ、うん、今でもそれは続いてるよね、確か。まあね、でこれに関してはどこも途切れへんと思うんだよ、うん、握手券やったり、うん、ミート&グリートの券をつけてってやってる以上は、うん、でちゃんとそれ1位になれるように、うん、発売日調整するよ。あ、そうだね、うん、絶対やるね、うん、まあだからそこはね、うん、AKB に勝つのは至難の業というか無理やと思うんよね。だと思う。でこそ AKB が解散というか活動を終わりますってなってからも乃木坂がずっと続けたらって話やけど、うんうん、でも結局どっちも秋元康プロ、うん、プロデュースのグループなわけで、うん、AKB にしても乃木坂にしてもどっちもあった方がいいよねってなるから。ああ、それはもちろん、うん、だから片方だけなくなるってことはないやろうから、うん、だから AKB の記録が途絶えて乃木坂がそれを超えましたっていうのは、うん、ちょっと現実的ではなさすぎる。そうだね。あと長く続けるほどそういうレコードを取るのは難しくなっていく気がする、うん、そうね、うん、やっぱり新しいものが好きじゃん、うん、うん、そうなってくると狙える可能性でなったらレコ大になってくるけど、うん、まあでもそれも厳しいかなって感じ、うんうん、今年は秋元康系のグループからのレコード大賞優秀賞は、うん、なかったわけやし。そうだね、2年連続なかったことなのかな。去年もなかったんじゃなかったっけ。そうやっけ、うん、もう覚えてないそうそう、なんか去年それがすごい話題になってた気がする。まあ去年というかもう一昨年って言うべきか。うん、うん、そうやね、なんかでもまあ3年連続って多分だいぶ厳しい、うん、世の中にはいろんなグループもあるし、うん、でどうしたって秋元康グループに対する一定層のアンチってほどではないにせよ、うん、ちょっとした色眼鏡、うん、それこそ秋元康グループがいつまでも売れ続けてるっていうのはちょっと違うよね、うん、でその別に売れてる期間があってもいいけどそれは AKB でやったでしょっていう、ああそうね、
なんかもういつまで同じことやってんのっていう目で見ちゃうよね、うん、世間は。そう、そういう風潮を感じる。うん、乃木坂やってるけども、AKB で売れたからもういいじゃないみたいなのはあるんじゃないかっていうのを、だから思い込みかもしれんけどちょっと感じてはいる。そうだから一回さ、秋元康プロデュースですって言わない何か企画をやってほしいよね。ああそうね、うん、それでどんぐらいできるのか見てみたい。うん、でも今もはや秋元康プロデュースですって言って売り出すことがバイアスになってないじゃん。まあなあ、だって最近でも結構あるよ、実は秋元康プロデュースの企画。うん、夜遊びもどきみたいなのもやってるし。ああ、うん、あ、してる？なんかやってたな。うん、なんか秋元康が、うん、あの原作、秋元康が原作を書くのかな、他の小説から引用するのかな、うん、まあ分かんないけど、まあ原作小説ありきの歌を歌うユニットみたいなのを秋元康がプロデュースしますよみたいなのを始めたっていうのを見て、でもそれも始めましたって言って以降の話題を何一つ聞かないしね。そうなんよね、うん、秋元康は必ずしもヒットを出すかっつったらそういうわけではないからね。そうなんよ、なんかむしろ AKB と坂道シリーズの成功の方がレアなんじゃないかなって、うん、思えるくらいよね。そういうもんよね。そうなんだよね。でも小室哲哉でもさ、うん、意外とその自分周りのプロデュースはうまくいったけど、うん、グローブとか TRF とか、うん、あのソロシンガーのプロデュースとか、うん、めちゃめちゃヒットしたかっていうと意外とそうじゃなくない、うん、安室ちゃんぐらいじゃない、なんかパッと出てけへん、うん、安室ちゃん、倉木麻衣、倉木麻衣違うか、分からん分からんでも結構いろいろやってたはずなんだよね、うん、まあやっぱ難しい、そんな、うん、何本もヒットを出すってそんな簡単なことじゃないよ。そうよ、だしそれができたら、うん、みんなできるよ、うんうん、そうそう人間の心ないし行動をコントロールするっていうのは、うん、相当難しいよっていうね。ほんまに。そんなこんな乃木坂、うん、あ、まあ変な話、うん、これ以上ないんじゃないかっていう、まあ、そもそもがこれ以上ないんじゃないかっていう状態がずっと続いてるっていう異常さがもう大成功やからね。そうなんや、こんなことになると思ってなかったの、マジで。なんかあんま右肩下がりにならんよね。そうだね、ずっと平行線ではあるよね、うん、不思議やな。うん、そう、死の弦もそうなんだよな、うん、ああそうね、うん、なんかもともと酒ロック好きで、うん、で酒ロックの人歌い始めたんだって思って聞いたら、うん、あ、いいじゃんってなって、うん、でもまあ
まあ地味だしそんなもんだろうって思ってたら、うん、なんでこんなことになったっていうなんかバナナマン周りってそうなんかな。あバナナマンもだよね、うん、バナナマンも最初の印象からしたらなんでこんなことになったって感じするよね、うん、ほんまに、うん、気づけばしれっと売れてるっていう、うん、もちろんそのヒットしたみたいなのはあるんやけど、うん、日村さんがめっちゃドッキリにかけられた1年間とか、あそれこそその中の九様のドッキリかな、うん、解散ドッキリ、うん、あれはすごい当時から話題になってたし、うん、設楽さんがバンドやりたいってやつ、そう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 とかもあったし、でその子供の頃の貴乃花とか、うん、そういうので注目されたりとかあったけど、うん、でキングオブコントもそこまできっかけになったのかっていう、うん、話よし、そもそもが別にそれ以前からね、うん、あちこち呼ばれておったから、うん、だってアングラコント師だもんね、うん、そうだからね、まあ、そんなそのパッと思いつく代表作がないまま、うん、気づけばその日本で一番テレビに出てる人になったりしてたわけですね。今年じゃない、去年はあれやな、うん、キリンの川島さんがね、うん、1位になって、そうだね、とかはあったけど、うん、それにしてもね、そうやって、うん、ガンガンやってるわけやから、うん、なんかあながち世間の皆さんこれが好きでしょっていうものが売れるとは限らないよね。うん、全部バナナマンファミリーやな。ね。星野源も公式弟やからな。うん、ね。そうね、バナナマン周りなんで売れてんだろうって人ばっかだね。うん、もちろんすごいいいんやけど、うん、そう質は高いんだけどね、なんか売れそうにないよなみたいな、いや、そうやっぱあれじゃない、その、うん、そこでこの、ま、自分だけは知ってるけど感をくすぐるんじゃない、絶妙に、うん、あいやもう世の中全員の俺だけが知ってる感をくすぐってるんだ、うん、多分、あで実はこういうこともできるんですよってやっぱ、うん、熱いやん、うん、それってやっぱみんな弱いと思うんやね。ああそうだね、実はみんな中二病だもんね、うん、そうそうそう、うん、みんな中二病をバカにするけど、うんうんうん、そんな心を持たずに出てもしょうがない、うん、あそうだね、面白くないやつ、うん、いや中二病心を持ってないと星野源をかっこいいって言えないよ、うん、だってちっとも王道な曲じゃないし、うん、いいこと言ってないし、うん、歌もあの歌い上げるようなシンガーじゃないし、うん、そうだね、うん、最近あれやな、あのずっと信じてた、うん、あの星野源のサンが、うん、日村さんの歌でっていうの、あれがリップサービスっていうのが明かされてて、あ、そうなの、うん、ええー、ってなったそうやったんやえ、救急車のって違うの、いや、それはファミリーソング、あ、ファミリーソングかサンはどこだっけ、どの部分だっけ、でのところが、うん、日村近寄るな、うん、
ってことは3がもともとあって日村さん用に替え歌したってこと。なんとかなんかね、その別に日村さんのその日村の日から、うん、その3太陽の3になった、お日様の3になったわけではないっていうのを、うん、あなんかのやつで見たんやな、うん、実はこれそう、それはその時そのリップサービスで言ってしまいました。あじゃあ日村さんのバースデーソングが元だったっていうのは嘘じゃないかな。多分それは本当とかじゃないかな。もともとそういうそのいろんな曲の案がある中の1個を、うん、これ日村さんの誕生日ソングに使おうみたいなのはあるかもね。うん、まあそのタイトルのきっかけなんかは、まあ、リップサービスかもしれないけど、うん、その曲ができた時系列とかが、うん、ちゃんと日村さんが先ならそれでいいや。そうやな。まあ、んでファミリーソングはもっとそのままやからね。そうだね、歌詞まで一緒やからな。うん、星野源に赤鉛筆の曲を書いてもらいたい。そうやね、うん、出るんちゃう、うん、赤鉛筆の曲書いてもらって、でその曲をきっかけに星野源の違うシングルになってほしいね。うん、うん、そうやな、うん、もうオードリーの東京ドームのライブの主題歌も星野源書いてるぐらいだね、うん、まあ、そのノリでやってくれるんじゃないかな、うん、もうそうなってくると芸人のライブに曲書く屋さんになってくけど。それで言ったんやけど、星野源というか、まあ、サケロックがバナナマンのオープニングの音楽やってるね、何年かね、うん、でやってるやつ、うん、その時の曲が乃木ののでも使われてるんやけど。あ、そうなんだ、うん、ね、うん、スパイシーフラワーの時の曲やったかな。時のそのオープニングの音楽が乃木野のあのトークの時の後ろの音楽で使われてて、いつもそこでニコニコするんやけど、やっぱそういう BGM って印象に残るやん。この音楽ってこれやなみたいな、うん、そういうのが、ね、最近痛感した。キャッチーなメロディーラインを作るのはすっげえうまい、うん、そうなんや。 BGM って強いかな、うん、なんかちょっとフックがあるメロディーというか、王道すぎず変すぎずみたいな絶妙のラインだよね。うん、で BGM って続けていくと、うん、もうそれだけでなんかもうとんでもないパワーを持ってくるやんか。うんうん、ロッキーの曲、うん、ロッキー見たことないけど、うんうん、みんな知ってると思う。知ってるね。4、5曲知ってんじゃん、みんな。あー、かな。だって、あの、
バラエティでめちゃめちゃ使われるやんか。そうだね。だって今もうロッキーってワードを出しただけで今脳内でテー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 が鳴ったからね。その BGM の話をするまでもなく、うん、であとあれもあれでで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 でそれはあのほんとねてて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 ての続きだと思う。あ、そうなんや。うん、うん、あれはででででみたいな。あ、それは別だね。あのオールスター感謝祭の赤坂ミニマラソンで、うん、追い上げるときにかかる。そうなんだな。まあロッキーに限らずね、うん、多分映画その映画見てなくてもその映画の曲って知ってるっていう人いっぱいいると思うよ。ジョーズとかね。ああそうだね。うん、あれなんかまさにだよね。スター・ウォーズのダース・ベイダー。ダース・ベイダーの帝国の街。それをね、スーパーマリオの映画でもおめちゃめちゃ痛感したよ、ね。あんなあんな強い BGM ないよ。ああね。ハビー BGM ってすごいよ。スーパーマリオの RPG じゃない映画。映画。ちょっと勝ったからかな。あ、そうなんだ。まだやってないけど。うん。テレンテンテレンテンテンって、うん、もうみんな知ってる。うん。いいよね。そうだね。全世界の人間が知ってるメロディーだよね。本当に、うん、スーパーマリオ知らんくても、うん、それでなんとなくマリオやなって分かるし、うん、ほとんどの人が、うん、テレンテンテレンテ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 ンの、うん、まあ、とかがあった後に、うん、ででででででで、うんうん、ででででででって言ったら、うん、地下入ったなって言うよね。うん、マリオプレイしてなくても、うん、地下入ったなって言うよね。うん、伝わっちゃうしね、それね、地下感があるもんね。うん、うん、あの感じすごいよね。うん、でそれを映画の BGM に入れ込んでるから、うん、でまたちゃんと映画らしいオーケストレーションの感じで、うん、あの曲やるんよね、うん、すごい壮大な感じの、うん、もうストリングスみたいな感じで、うん、あれはそういうの見事やなって思った。うん、なんか映画の見本みたいな映画だよね、うん、マリオの映画だからそういう、うん、本当にマリオといえばこれ、うん、ジョーズといえばこれ、うん、ロッキーといえばこれ、うん、バックトゥザフューチャーならこれみたいなのがみんなそれぞれあって、うん、なんつうのかな、それもアーティストによってそれぞれそういう曲があるわけ、うん、ああ代表曲みたいな、爆発的に売れてる人たち、うん、でそれがないのが、うん、なんかバナナマン周りなわけ。あーそうだね。あでも星野源で言ったら恋があんじゃん。恋もうそろそろ忘れられ始めてない？あそう、いやだって、うん、売れたけど、うん、なんあの乃木坂でいう君の名希望みたいな、あーそんぐらいの感じか。なんか、うん、売れるきっかけにはなったけれども、うん、代表曲ってほどでもないかなっていう。そう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 、あの他の曲も
割と横一線に近いような感じがする、うん、ああそうだね、うん、であれぐらいの時にいっぱい出してたのか、うん、そうだね朝ドラも、ねうん、主題歌やってたし、うんうん、なんか、うんうん、星野源で今でもあ恋の人ねってなるかね、うん、ああどうだろうで、うん、あのドラムとセットで出てくるよ、うんうん、どうしても逃げ恥結構前やん、うん、そうだねそうドラマってさもう世代にぴったりくっついてるじゃん、うんだからもうその世代じゃない人にとってはそのドラマ何も関係なくなるもんね、うん、そうだよねそうなってくると、うん、果たして代表曲なのか、うん、今の10代の子たちに星野源っていうワードを言ったら何が出てくるかは多分違うよねそうね、うん、そのハイティーンぐらいやったらもしかしたら恋はまだ出てくる可能性あるけど、うん、ミドルローあたりやったら、うん、そもそも見てない可能性そうだよねまあもちろんそっからその恋ダンスが流行ったっていうのがあるから、うん、その元は知らんけど、うん、なんか知ってるっていうのはある、うん、あるかもやけどね確かにでもまあ星野源って一言ワードを置いて恋って多分出てこない気がする、うんうん、結果恋に繋がりそうやけどガッキーって出てくるかあ、うん、ガッキーって出てくると思うでもそのきっかけが逃げ恥だっては知らないんじゃない、うん、かもしれんね、うん、だからねやっぱその辺はね実際に、うんその世代の人に聞かな分からんけどな、うん、だって多分 うちらは、うん、そういうカルチャーに詳しいから分かるけど、うん、うちらぐらいの世代ですら、うん、あのさんまさん大竹しのぶってワードを与えて、うん、男女7人夏物語って、うん、出てこないはずじゃんまあね世代的にはもうさんまさんはね、うん、その大竹さんとはうん、離婚された後そうそうそうだって俺の母の世代がそこダイレクトに知ってるわけだから、うん、多分それと同じ現象だと思うそうだね、うん、星野源って言ってガッキーが出てくる感じ、うんうん、今の若い子にはね、うん、その反町隆史と松島菜々子うん、合ってるよねこの組み合わせ合ってる合ってるね、うん、自信なくなっちゃった、うん、大丈夫そこでポイズンは出てきれへんそうだねだからドラマってもうその世代の人にもうぴったりくっついてるから、うん、新内さんが、うん大和なでしこが大好きなのは、うん、絶対年ごまかしてると思う、うん、なわけないからねねお帰りですかよかったらまた来週もお越しくださいあお代はいただいておりませんがチャンネル登録かフォローをお願いしますここの名前ですか隔たらない二人ですではまた